白馬のキャラクターをねゆるキャラなんだけどびっくりしちゃった村尾村尾結構大きいんだけど村尾村尾村尾,村尾が村尾がもう素敵な顔お顔で来てくれました私の家までありがとう村尾さんそうなの まさかねもう村尾が村尾が私の家に来てくれるとはもう思いもせずツーショットにあってありがとうでもねこうやってやると村尾ちょっとでかすぎて入んないんだよ村尾もちょっと村尾をちょっと助けかけてるのよ <laughs> 私がちょっとちょっと姿勢をよくちゃうと入らなくなっちゃう。 しかも私もびっくりしちゃったのが村尾のトートバッグまで <laughs> 村尾すごいじゃんみたいな村尾グッズめっちゃあるじゃんみたいな <laughs> まさか村尾がトートバッグになってると思ってもなくてびっくりしちゃいました村尾村尾グッズ がたくさんで嬉しいで,すでもマジでマジでびっくりしちゃった村尾トートバッグっていくつあっても嬉しいからさでしかも見てミニオンのどでかいトートバッグまでもらっちゃってマジでありがたい正直私トートバッグほんと探して <laughs> なんかさすごいさあの私 やっぱ遠征とかが東京に行くこととかどうしてもあるじゃないですかでそういう時にその荷物はないんですよ正直そう正直多分2泊3日とかになっちゃうと本当ホテルとか泊まるんだったらキャリーとかね必要なんだけどキャリーが必要なほどの荷物は遠征の時に正直いらないでも普通のバッグじゃ足りないってなった時に。 リュックもあるんだけどいや本当にこういうバッグが最高にありがたくてマジでありがとうございます本当に嬉しいでいつも安定のなんかスニーカーとか頂い,いちゃったりとかありがとうございます待ってちょっと私今びっくりしてる村おグッズ この袋に入ってたんだけどさ村尾村尾の下にまだあったんだけど待ってえっねえ靴下靴下村尾の靴下隠れてたそこに村尾靴下ご当地限定だって隠しプレゼント村尾じゃえ 開けちゃうから <laughs> 村尾の詰め合わせだよびっくり村尾さんの靴下あるじゃん後ろに白馬村キャラクタービクトワール・シュブラブラ村尾三世ちゃんと書いてあるの隙がない本当にに隙がない村尾です 最高これ今度長野行くときに履いていこう <laughs> 長野行くお仕事があるときに村尾履いてきますそれも多分会話のネタになると思うから村尾さすがにもう村尾グッズは実はねプレゼントもう一個もう一袋あってでもう一袋またじゃあ後日紹介しようみんなにちょっ村尾 <laughs> すごいのナイキのロンティーとかもらうアイドルありがとうございますって感じなんいっぱいいただきましたニットかわいいニットとかをいただいたりとかお洋服もいただいたりありがとうございますありがとうございます またた後日紹介いたしまますねまさか村尾にあ出会えるとは思ってもなくてって言いながら青森のビンゴ食べるおい <laughs> しい村尾結構幅取るのよ君 <laughs> 村尾が 西村の家に来てくれたのがね嬉しいだいぶ髪伸びた確かに村上が来てくれたので嬉しいですなんか長野に長野市なんだけど給食を食べれるなんかね今最近さ給食が 普通にランチとして売られているお店ってあるじゃん。あるじゃん。ないかもしれないんだけど <laughs>。今そういうのが流行ってて。その給食、懐かしの給食が食べれるお店みたいなのがあるじゃないですか。多分東京だと、なんかね、上野とかね、岡島町とかにあるって聞いたんだけど、それがそう、あ長に新潟に,にあるんだ。そう、給食ランチみたいなのがあって、それを、 長野でなんかそのハングリーっていうお店があるもう超わかりやすいハングリー <laughs> 長野の,その給食を食べれるハングリーってお店があるんだってそれでここ行ってみたいって思ってお父さんに「ここ行ってみたい」って言ったのしたら断られましたなんか もさすがに、うん、私とか若い子が2人で行くとかなら分かるけど絶対お父さんと奈々ちゃんが行ったらパパ活だと思われるよって言われて <laughs> 変な目で見られるからやめようそういうことって言われました断られました行きたくないそういうなんか変な風に思われることしたくないって <laughs> 言われました私と居酒屋とか普通のお店に行くのはいいけど なんか給食は嫌だって言われた <laughs> 断られました見るメイク確かに見るメイクはさ私さあのこれは結構分かれるけど見るメイク私の時代っていうか私の学校は 液体だったんですよその原液みたいな <laughs> でも結構その私が知る限り周りの方のミルメイクって粉末状のものが多いらしくて皆さんどっちですか皆さんのミルメイクは粉,末状粉ですかえー、やっぱ粉なんだ私原液みたいな液体だったんだよね え給食にフルーツえ最高じゃんどっちもあったって選択式どっちにしようかなみたいな <laughs> えっ、ー、粉お父さんに昨日「美味しい給食第5話が更新されたよアマプラで」って。 わざ,わざ連絡が来ましたそれで見てた <laughs> 私のお父さんと私がハマってる「おいしい給食」っていうあのアマプラで放送しているドラマがあるんですがメーテレかなメーテレでも放送してるのかなぜひチェックしてみてください「ミルメイクはコーヒーが好きでした」 コーヒーヒしか出なかったミルメイクいちご味あるの知ってますよでも私がえメロン味なんかなんだ私が6年生の時に東京引っ越してきて「東京すげえなーなんだよ?」って思ったのがなんか もうミルメイクとかの文化じゃなくていちごミルクが出てきた時はマジで引いた「このなんか入れる楽しみとかさそういうのはしないんですか?」みたいなもう,もうなそれが出てきたのいちごミルクが出てきて、はあ「東京様はやっぱ違うわ」ってもってそんなわざわざこう牛乳から入れたりしないそういう文化はないのかなって思って。 食いちゃったよ本当にアイスも出るしなんか長野わかんないよひょっとしたら今長野県の給食はアイス出てるかもしれないけど私が長野にいた頃給食アイス出てなかったよハーゲンダッツなんか出てこいよ <laughs> なんか就業式とか卒業式の前日とかそういう特別な 日に給食に励んだって出てきたんだけどびっくりしたんだけど <laughs> 普通にあれですよシリーズじゃないですよ効率ですよ意味わからんよななクレープ出てきた、うん、七夕ゼリーやばい七夕ゼリーはやばいエモい <laughs> うん村上も出るんだ 長野は私がいた頃はワインゼリーという名のブドウゼリーが出た <laughs> 七夕ゼリーも出たあとクレープは四角いクレープが出た懐かしいな。 ね、ワインゼリーあったぶどうブドウゼリーね泣きそう長野県を思い出して <laughs> 昔の給食を思い出して泣きそうこれは長野市だけの文化かもしれないんだけど私が学校に通った時は空弁をも絶対持ってかなきゃいけないの これも皆さん聞いたことある話だと思うけど空弁って言って空のお弁当箱を持ってって給食にそれであの学校のご飯をそこに入れるのねでもこれ今その文化ないのかな空弁の文化って長野市だけなのかな町長いかがですか もうどっかいたかったかな先 <laughs> 子どもの町長がいらっしゃったけど三輪玉町はどうなんですかもういなくなっちゃったかな懐かしい奈良 <laughs> にはなかったなんだっけお町長三輪玉町はカラビン文化ありますか三輪玉町の給食は 空の弁当箱を持ってきますかうちはなかったな松本は松本はあったんだ空弁文化ってないのかな長野市だっけあでも松本もあるっ,ったなあった気がするおかやとかもあるのかなじゃあ空揚げ弁当だったら持ってった嘘つけ <laughs> 給食に空揚げ弁当持ってくってどういうことあないんだ 長野でも南,南部は空弁文化だそうなんだなるほどなるほどまあ長野の大きいもんでしたよね本当にパンだけお父さんが長野にいた時はパンしか出なかったって言ってました でもそれは多分きっとはるか昔ですはいお父さんの年齢がバレますねはい <laughs> 私のお,おとんの時代はパンはもうギリギリになって中二とかになってからご飯が出始めたそうですめっちゃテンション上がったそうです 長野県は面積でトップ10に入る4位とかじゃなかったっけ強かったらごめんなさい <laughs> にわか <laughs> にわかです美味しい給食っていうねドラマがまじでみんなに見てほしいああやばい休んだこの家にパン届けるの流行ってたやってた やっぱ給食の話ってさ本当に楽しい <laughs> みんなが盛り上がってくれるやってたわ小学校の途中からご飯出るようになったなるほど私のお母さんと同じ年ぐらいかな <laughs> やばな懐かしい友達の家にパン持ってってたやばい食パンでしょ やばいそうなんだよそのさ東京はいやこれは私が通ってた場所かもしれないけど私があの通ってた東京の学校はあの越境してる人が多かったんですよだからそのその区だけのもちろん近所に友達はいたけどそんなに多くなかったの私も電車通学だったしだから。 友達にパンを届ける文化とかなかったけど長野なんてもう帰り道に友達の家絶対通るからああタッちゃんに渡してた <laughs> 誰タッちゃんにタッちゃんっていう唯一同じクラスで家が近かった人がいてタッちゃんに渡してたわ <laughs> 今何してるかな <laughs> 何も分かんない懐かしい そうたっちゃんに渡してあほんのかしすぎる <laughs> 懐かしいうちの息子か <laughs> 息子さんかもしれない <laughs> ね善光寺周辺でパンのお渡し会やったのかやってたやってた善光寺周辺でパンのお渡し会やってた たっちゃん元気かななんかアパレル関係のお仕事に就いたとかそんな噂をお母さんから聞いたけど元気かな認知あるかなあっちのこと覚えてるかなあ確かに残したあ休んでしまった人の分を食べる人もいた。 あとソフト面を一気に入れる人ねいるよね男の子もうもこぼれるって分かってんのにそれ多分わざとかもしれないけどでそういう男の子は苦手だった <laughs> もうって思ってた一気に入れてこぼして飛び散ってみたいな 本当にダメソフト麺そのままかじってた嘘でしょソフト麺いいよねで私は給食はその味ご飯の時が好きだったミートソース懐かしい いや4等分私2等分だったな日本もしてないなあまりだ先生というおいしい給食のドラマ出てくる人は4等分してましたけどソフト麺一気に入れたえー、わかめご飯マを混ぜてわかめご飯テンション上がるよね正直待って待って待って今じゃスルーしようかと思ったけども スルーできないコメントがあったソフト面はもんで持ちにしてたどういうこと斬新ね聞きずってならない <laughs> ねどういうこと初めて聞いたそんな人多分世界であなただけですそれを絶対に絶対に心配になっちゃう本当に ねわかめご飯って美味しいよね村をわか,めなんか白米みたいな顔してるけど村を村尾白米フェイスだけどさそう ABC スープやばい懐かしいでも ABC スープって割とどこでも出てたのかな長野はリンゴジャム出るのえそういうわけでもないけど。 ねえソフト麺もんでもちにするのやばいよ。コーンスープはおかわりのループした私あのコーンスープ界隈で何コーンスープ界隈ってコーンスープ結構好きなんですよ。割とコーンスープ界隈の中で生きてる人なんだけど今日の給食はコーンスープが出ますって言われたときめっちゃ めっちゃテンンション上がったのあ,あやったって思ってたんだけど給食にはそのコンソメスープの中に大量にトウモロコシが入ってるスープだったことがあってめっちゃテンション下がった。ポタージュを期待してたのにいざ給食のスープ見てみるとコンソメスープに大量にトウモロコシが入ってるわけですよ。 これもうで確かにこれもコーンスープだけどみたいなコーンポタージュを期待してるんじゃこっちはみたいななんか千鳥さんみたいな言い方になっちゃったけどめっちゃテンション下がったわね村尾ねえ村尾, <laughs> ねえ村尾 <laughs> そうなのーめっちゃテンション下がった罠ですよ あと、レバーが出るときはマジでテンション下がる。私、レバー苦手なんですよ。レバーの、なんか、オーロラソースあえとか、もう、ようわからん、オーロラソースって何みたいな <laughs>、やつが出てきて。オーロラソースっていうのは、なんか、マヨネーズとケチャップを合わせたソースのことらしいんですけど。これも美味しい給食で出てきた。レバー苦手なんだよね、私。 オーーロラソース無理なんでね揚げパンさ私長野の給食で出た記憶ないだよね <laughs> クジラなんか出ないよクジラなんかって言ったら怒られる 揚げパンって、だから揚げパンがどういうものか知らなかった正直 <laughs> 揚げパン出なかった個人的にパン界隈ではコッペパン以外だったらテンションが上がってた <laughs> とりあえず私の給食は私の給食何 <laughs> 私が食べてた給食学校はもうなんかコッペパン出せばいいでしょみたいなところだったから <laughs> マジコッペパン率が高かったの木曜日と金曜日はうん水曜日と金曜日はパンって決まってて鶏マコッペパンみたいなとこあったの <laughs> だからそれが多すぎたからなんか食パンとかでもめっちゃテンション上がった <coughs> ごへい餅出たっけな <laughs> だから本当にコッペパンじゃない日がテンション上があったからあの食パンもそうだしあっぶパンもテンション上がるまあぶどパンパパぶぶどうパンもコッペパンだけどあとは あのジャムとかがある日はいいんだよ全然たまにジャムないじゃんどう食べればいいのこのパンみたいな時あるよね <laughs> ご飯とかだったら正直まあまあ別にいいんですけどパンってやっぱさ一緒に食べるものが欲しいじゃん牛乳パンはさすがに出ないですよ本当に 困っちゃうあともうこれは本当にみんなにい言いたいんだけど私パンをスープにつけて食べる人本当に理解ができなかったのこれ給食の話で終わっちゃうよ <laughs> 本当に理解できなくて私それが好きじゃなかったんだよね なんでみたいなこうやってなんか,なんかさコッペパンをさちぎってみたいな食べ方する人それが私はできない人だったから私はそのジャムとかがついてる方がありがたかった、うん、お皿の底についたシチューをつけたけど。 私さこれなんか私は1年生からなんかね私の小学校1年生から3年生まではクラス替えがなくて4年生からは1年ごとにクラス替えがあるみたいな感じだったので1年生から3年生まではもう担任の先生も変わらなかったのどの3組も3組 <laughs> 私は1組だったんだけど1組も2組も3組も。 3人の先生も変わらずクラス替えもなかったんだけど私のクラスの先生はもう超優しい人で2組の先生は優しい人で <laughs> 3組の先生だけがまあ厳しい女性の先生だったの。で今そうお皿,をお皿をきれいにするためにつけたっていうコメントを見て。 気づいたんだけどそう3組まであって3組の先生だけがめちゃ厳しくてで私のクラスはもうゆるゆるの超優しい先生だったんだけど3組残ってそのとにかく給食食べ終わったら必ずティッシュ持参してティッシュでお皿を拭くんだってでパンの日はスープえっ、ー、とんそうパンの日はスープにつけてスープのお皿をきれいにする。 っていうもうもルールが3組終わったんで綺麗にして給食センターに返しますっていうなんかねすごい今思えばすごいいい先生素敵だなね先生だなって思うんだけどだから4年生になった時にクラス替えしてその1組と2組の子たちは正直もうそんな給食徹底されてなかったからでも3組の子だけは。 もっと3組の子はやっぱ厳しい環境で給食を食べてきたからそう4年生になった時にすごい派閥が起きた本当に1組と2組の子はだらしがもうだらしないみたいなことを3組の子にめっちゃ <laughs> 怒られてたん <laughs> 知らないもんそんなことをみたいな <laughs> 子供ながらそのなんか派閥があった給食をちゃんと綺麗に食べなきゃいけない界隈といいじゃんみたいな界隈でで先生も何も言えんしみたいな そうなのなのんかそんなことがあったわいや絶対当時は面倒くさかったと思うよなんか前髪がおかしいことやそうなんだよ <coughs> 私はもうゆるゆる界隈やだったからでもそんなゆるゆる界隈で4年生の担任の先生も割と優しい人だったの。 家庭科の先生で女性だだったんだけどすごい優しい人でいやもう本当に5年生でもまだクラス替えがあったんだけど5年生の時の先生がもうこの世で一番厳しい先生でもうほんに怖い先生で女性のもう超厳しい先生だったから。 あの先生に当たってから私もどんな先生になっても厳しいあの先生より厳しい人いないからもう平気になっちゃった5年生の時の先生ほんとに怖かったもうほ,ほ,ほん いや今思えばすごくいい先生なんだけどいや厳しかったよなほんとに向こうの顔でさしてほしいほんとに厳しかった地獄地獄とかいっちゃダメなの分かってるんですけどいや怖かったなんかさ 子供ってやっぱやんちゃだしさ「<laughs> ね怖い先生に当たったことないんだ私は」あったな私はさなんかその子供も子供が怒られるのって大抵子供が悪いことが多いしそのなんていうんだろう 今思えばあの時怒られたのは自分が悪かったな先生が正しいって絶対思えるじゃないですかただ私一個だけ本当に理解がいまだにできないのがあって <laughs> 私そんな怒られる子じゃなかったんだけど一回だけなんか謎に怒られたのは謎すぎて覚えてるのはその私目が悪いから視力検査嫌いなんですよで 学年だより見たらこの日視力検査っってて書いてあってででも実際その日し多分この話したことあるんだけど視力検査がなかったのよであ視力検査やらないんだやったーみたいなこと思っててでその時の副担任の先生に視力検査って今日やらないんですかって聞いたのそしたらその先生にあ日程がずれたんだよねって副担任の人に言われたんですよそしたらあの 担任の超怖い先生から呼び出されて何話したのってめっちゃ怒られたことがあってええ <laughs> それ正直さ今までね子供の頃先生に怒られたことあったけどそれに関しては当にちょっと分からない今でもわからなかったえみたいえ <laughs> 今でも私分かってない <laughs> なんでさ福田の先生にさ聞くの何話したの視力検査のこと話したのバーンみたいな怒られてそう「え聞いちゃダメでしたか?」みたいな「そんな視力検査で聞いちゃいけないものですか?」みたいな <laughs> めっちゃ懐かしい超怖かったでも その先生って結構いろんなところですごい厳しかったから「あ来た来た」来たって思った私はみんな怒られてるけど「これね」みたいな <laughs> 確かに怖かったんだけど「これね」みたいなみんななんかあの先生に怒られたと結構うわさ聞いてたから「あーこれねこんな感じなんだね」みたいな <laughs> 先生同士も仲はそうね絶対そういうことあるよね その先生があのスマップさんのことが大好きだったんですよだから <laughs> 合唱コンクールあの音楽会の時にあのライオンハートやった <laughs> その時は全然気づいてなかったのまさか先生がその先生が SMAP さんのことが好きっていうのはすごい知ってたんだけど <laughs> そうなんか「中井君ほんとかっこいい」みたいな。 こと先生がずっと言っててそうでもで今日は音楽会では「ライオンハートをやります」って言われた時にあの子供だからそのスマップさんが「ライオンハート」を歌ってるとか知らないから <laughs> そ,うそ,うあのそういうの全くそのその、ね、子供だから分かってないから。 普通にやってたんだけど、親に、え、シょっとした先生ってさ、スマップのこと好きって <laughs> 言われて、そう音楽会の後に。で、あ、うん、好きって言ってたって言ったら、絶対、絶対そうだよって、親とね <laughs>、言ったの覚えてる。でもそこか、その時子供ながら、あ、なんかライオンハートっていい曲だなって思ってた。 <laughs> そう結構さ子供の時に歌ってた曲ってさいい曲多いよね合唱曲ってすごいいい曲なんだよ <laughs> そう「君を守るため」め,めっちゃ懐かしいわ私あのアコーディオンやったもん <laughs> いい曲 本当に素敵な曲あと4年生の時は「ミレドミレそそうそ」ってやった知ってますそう触りの部分しか覚えてない「ミレドミレそそうそ」だぜダだし耳ファソラファソソドドなんとあその涙の数だけ正解 <laughs> そう音符覚えてるわ なんとかどれどそう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 ミミファの忘れちゃったそんな感じだったそうなの。涙の数だけをやりました。四年生の時は。一年生の時はカエルの歌可愛い。い一年生の時はとカエル の歌があってやってかわいすぎ二年生覚えてないのあと二年生の時もトゥモローって曲やった気がするでもそれは合唱曲のとも別のトゥモローなんだよねで三年生は覚えてなくて四年生が み涙の数だけで5年生が「君を守るため」6年生はやらなかったですあトゥモロータタ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 タ 中6年生の時はだってあの学芸会だったから違かった中1は覚えてない中1合唱コンクール何やったっけ忘れましたでそうこの間なんかお母さんと中学の時の担任の話をしてて 本当に申し訳ないんですけど私中2の時の担任だけ思い出せないの <laughs> 誰だか <laughs> え絶対え私中2の時担任誰だったっけ本当に申し訳ないわ本当中 <laughs> 2の時の担任の先生だけ思い出せません <laughs> うんふん マンジャロタタたタタキリマンジャロみたいな <laughs> 中学は毎年クラス替えがありましたあったねうん高校はなか高校はね私のクラスはなかった <laughs> どういうことって感じだよね なんか私特進だったからね特進クラスはね文系理系一クラスずつだったからなかったそう他のクラスはあったけど懐かしすぎるキリマンジャロ懐かしい、うん、私中二の時の担任だけ思い出せないの村尾 <laughs> 村尾ちゃん 高三の時驚愕だったのに男子クラスになって泣いた <laughs> そんな私は文系です文系ですよ何歌って私はねあでもあれルローの民って曲やったちょっと知ってる方いたら今から歌ってください <laughs> ルローの民知らないちょっと私もあんま覚えてないんですけど

懐かしい魔王やばいうわ待ってソロえ私もルオの民ソロあった気がするあないかなあ二2人で歌うやつがあってソプラノ2人アルト2人みたいな私そのアルト私声でかいからさアルトでやってたわ <laughs> 懐かしい 私はアルトでしたソプラノじゃなくてアルトの方が良かったあとはあのすごい私はずるいなって思ったのがあって二年生の時かな二年生の時に 合唱校で隣のクラスがなんか途中からピアノ演奏がなくなって手拍子で歌うみたいな振り付けがあるの振り付けじゃないのに <laughs> 演出があったの本当にそういう歌でなんかね「待って今を生きる喜びを」ってやつ「トゥ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  えちょっと誰か思い出して絶対でも分かんないよね。今を生きる喜びを今を歌詞で検索しよう今を生きる喜びを未来へ進む風としてこれこれこれ,これあっではこの曲のさ歌詞なんだろうって思ってたら超単純「今」って曲だった <laughs>「今」っていう合唱曲があって。 から離れた風船と懐かしいこの曲が普通に伴奏をやってるんだけどラッサビで急に「テッテッテって急になんかジャズみたいになってるのよ。ね今じゃない今今今って曲おかしいでしょそれでそんなんずるいじゃんと思って。 これ審査員するのって合唱コンってその審査員代表生徒みたいな人がいてそんな子供なんか単純だから手拍子してインパクト与えちゃえばそんなに歌が上手くてもなんか印象に残って点数入れちゃうじゃんって思ってああ負けたこんな手拍子なんかされちゃったらって思ってたら案の定負けた <laughs> こんなさだってすごいざ斬新じゃん 本当にそれがすごいなんか悔しかった B 組 <laughs> 突然 B 組の子で B 組がそれやってて私 C 組だったんだけどねね村を手拍子使うなどう思うって感じだよね、はあ、悔しかっただから私たちはあのインパクトがない歌だったの名前はえー、ね ああもう全然思い出せない <laughs> 中二の時に歌った曲なんだっけ「オン・マイ・ロード」みたいな絶対違うな「マイ・オン・ロード」かな「マイ・オン・マイ・ロード」って日本語越してもね「マイ・オン・マイ・オン・ロード」だ「マイ・オン・ロード」っていう曲があってすごい素敵な歌なんだけど全然歌は思い出せないけど「マイ・オン・ロード」の歌を 中二の時にやって最後の感想のとこで手拍子しようかみたいなことをみんなで真剣に話したのが懐かしい本当はバカだよね子供って B 組が手拍子してるから私たちも最後の感想のとこでやろうよみたいなめっちゃ真剣に 話してたのが懐かしいよ最高だよ <coughs> 懐かしいです <laughs> <laughs> え大谷静香さんが卒業発表されたんだってえ、そうなんだ えー、14年間もいらっしゃったんだえっ、ーえー、寂しいですね寂しいですね 1>, 1ヶ月後ですね1ヶ月ちょい悲しい地方組あ地方組悲しいですね4期生今って 一番先輩ってユキリンさんじゃないですか3期生でその次の先輩って誰になるんですか大家さんがいて大家さんの次かミョウさんとかなのかなそうなんだいやーそうなんだ この間さ嘘この間じゃないわ <laughs> 1年前ぐらいに <laughs> 全然前だったんだけど AKB のなんか北澤咲ちゃんと話してて咲ちゃんがもう自分より先輩がもう本当に10人ぐらいしかいないんだよねって言っててその時で咲ちゃん13期とかじゃないですか13期の先輩でも そっかそんな先輩になるんだって思ってすごいなってさきちゃんだってもうちょっともう9年目とかでしょ十九9 9, 9 1 0周年分かんないけど <laughs> すごいなあ武藤智さんそうだ武藤智さんはお会いしたら必ずお話ししてくれる博多座で仲良くなれた先輩 <coughs> すごい <laughs> 博多さんの時武藤さんも武藤ムさんはあんまりキキャッキャッすするタイプの方じゃないんですよでこうみんながキャーってなってる時に私もあんまキャッキャできない人だからこうやってその円輪のちょっと外れたところでそのキャッキャしている盛り上がっている方を見てたら同じ人がいて。 それがトムさんでそこからお話しするようになった <laughs> <laughs> 同じ匂いがするぞみたいな多分同じ匂いがするって言われたんだよ確かトムさんになんか同じ気がするわっていう <laughs> 懐かしい n g t ふふ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 ふ 28歳でもさその28歳って言ったらさ大人だねでもこの間メンバーと話しててなんか10周年何歳って話をしてたらイナちゃんとかが24で私の年なんだよすごいよね愛菜ちゃん誕生日的には多分23なんだろうけど 今のアイニャーたちが今の私とかミハとかリカの年齢で10周年って若かみたいな <laughs> アイニャー若って思った本当に10周年で24歳なのみたいな。 すぐとかだって23なわけじゃん信じられんすごすぎすごいなアイニャも何歳で入った ?14 ってことはね中2だからまあ早生まれだからの子もあれだけどあ中2って1 っっちゃった <laughs> もう分かんなくなっちゃって <laughs> そうしかもさなんかさあと4年って言ったらそうすごい絶対あっという間だよ最近もうビビってる一年一年があっという間すぎて本当にもう 1, 1年ってこんなに早いのっていうのが本当に。 最近になってめちゃくちゃゃく感じるの二十歳超えてからやばい病で過ぎていくやばいよねその頃には3期生いるよねさすがにわからんえ私さすごいさ思うんだけどそのなんか3期生早く入ってほしいってすごい ファンの方からそんなすごい言われるわけじゃないけどたまにそういうねメッセージいただくんだけどどう思ってます皆さんはそれはどう,どういう思いで3期生が入ってほしいって思うんですかそれは推しが増えるのが嬉しいってこと だって例えばメンバーからすると確かにグループのためにはそれの方がいいと思うかもしれないけどライバルが増えるっちゃ増えるわけじゃないですかだからメリットももちろんあるしでも個人的メンバーからするとデメリットもあるわけじゃないですか新しい風があそういうことなのなんかその後輩そのそれはメンバーのことを思って3期生が欲しいどっちでもいいどっちでもいいどっちでもいいかい <laughs> それはメンバーのためをグループのためを思って言ってくれてるってことなんですか ?3 期生が欲しいっていうのは、えー、新しい風が増やしたいいいなななるほどそういうことなんだいやなんかねそう昔2期生が入るときにそうメンバーと話してたことがあって。 なんかもちろん2期生が当時入ることはうわ私は嬉しかったんだけど昇格できるかなとか思ってたしだけどなんかあまりにもそれを言われちゃってたら今の自分たちじゃ駄目なんだっていう思いもあったからその3新しいメンバーが欲しいって言われることが。 100嬉しいいかって言われたらそうじゃないんだよねもちろんグループのためにはそれが多分いいんだろうしそうあ今の私たちじゃなんか満足してもらえないってことなんだっていう風に当時は結構割とへこんでたことはあったメンバーがねそうまあ私は割と「まあ昇格できるのかなハハハハ! <laughs>」とか思ってたんだけど <laughs> そうああ そんなに新しいメンバーが欲しいってことは今の私たちじゃダメなんだっていうふうに捉えちゃってる1期生は結構いた私も少なからず思ってたけどえー、駅伝経験者が3期生になったらちょっとつらいなえうしい入ってほしい一緒になん,かなんかその経験者側の意見めっちゃ知りたいもっと駅伝の輪を増やしたい <laughs> 私は駅伝,駅伝ができる子がもし3期生に入ってきたらめっちゃ嬉しいわ。であのさこの時ってさってめっちゃ聞いちゃうえねえねえどこチーム応援してるのとか <laughs> 結構言っちゃうかもしれない <laughs> いろんなねとか結構私は 駅伝 <laughs> のこう帰ってきてほしいな <coughs> アイドル好きの駅伝選手の情報はいやなんか最近知ったのは <laughs> 最近知ったのはねなんかあの駒澤大学の。 あのまあ、今2年生で結構まあ、今今年急上昇してる今ちょっと駅でも出れなかったんだけど全日本は出れなかったけどまあ、ちょっと比較的注目度が上がってきている唐沢拓選手という方がいらっしゃって、ね、あの乃木坂さんが好きみたいで <laughs> その話を聞いたわ。<laughs> そう唐澤匠選手昨日箱根駅伝春夏春冬っていう BS で放送されていた箱根駅伝の密着番組があったんですよその時にあのー、結構ね唐沢選手が取り上げられててめっちゃ見つかってたいやもう早いね見つかるのが <laughs> 唐沢選手が昨日見つかってました世間に箱根駅伝春夏秋冬 記念やってる子来てほしいわいろんな子来てほしいもし3期生が入るんだったら <laughs> 私はねそうそう鈴木芽吹君とライバル関係みたいなのやってたそう鈴木芽吹選手作調整だからね 私はもしなんで5期生って言うと <laughs> 3期生が <laughs> 急に5期生の話 <laughs> 3期生が入るんだったらなんかいろんな年齢層の子欲しいななんかはもちろんめっちゃ高校生とか中学生とかもいてほしいけどでも。 私は意外大人とかも欲しい大人ってその二十歳とか子供がいるのもいいけど大人の子も欲しいさすがに私より年上のメンバーは多分入らないと思うから <laughs> そうマッシーみたいなそう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  ちゃんとこう大人の子が来て子持ちの下ね <laughs> 昔あったよね AKB であのさ大人 AKB マリリマリリさんいたよねすごい綺麗な方ええエモくない懐かしすぎない覚えてる,してる <laughs> 大人いる めっちゃ綺麗な人マリリ懐かしマリリそう塚本まりこさんすごい綺麗な人だよね <laughs> 調べっちゃおう今おいくつなのか調べっちゃおうかな二千十四年に A K B の 37歳の時に AKB に入ったんだよ37歳でもさ制服がさ似合うってもうとんでもない綺麗な人だよねえもういわえあの方がセンターやった公演入ったセンターやったんだすごっ 重いね押そうって思ってた押した <laughs> すごいまあさすがにそこまで教えてマーミー懐かしい <laughs> やばいそこまで大人の方は <laughs> 入らないと思うけど二十歳のもとかは言ってほしいな あんまり多分ねもうだって私たちのさだって今2期生で最年少がさ高うなるわけじゃんみんなそれなりに大人になってるからさこれでなんかもしさ3期生が入った時に小学生とか中学生ばっかりだったら絶対 溝ができちゃうもん絶対だからもうちょっと最低でも高校3年生とかのメンバーはいてほしい誰もう <laughs> 運営みたいな話じゃったけど <laughs> うん <coughs>、ね。というかさそうなんだよねもう。 ちちっちゃいもんが高校2年生なんだよねみんなそう私びっくりしちゃう割となんかすごい子供だった子供だと思ってるメンバーがもう割とお姉さんになってきてるのがびっくりしちゃうね ね、だって来年えだって来年学生がさあおちゃんと春しかいないんでしょだってサラがさ卒業しちゃうからさいやー来年そうだ学生2人しかいないそうだやば大人だみんな大人 みんな結構大人なのよ <laughs> でも寺比奈とかもさ結構大人だよねえ「3期生募集来るねそうなの?」<laughs> そうなのかっこが気にしてるけどそうなの制服コスプレなっちゃうもうコスプレすぎてもう何も思うよ <laughs> でもなんとにんか2期生の子とさよくよくさ話してるとさやっぱひのちゃんとかさめっちゃ大人なんだよね私びっくりしちゃったひのちゃんとご飯行った時結構前の話だけどなんかすっごい大人なんだよ 本当にめちゃしっかりしてんのだからさやっぱみんなあ勝手に私とか年上のメンバーがそのメンバーに対して子供だなって思ってるその先入観で実際お話ししてみたら全然みんな大人。<laughs> なんかねひのちゃんはねすごいね自分を客観視してるの今の私はこれこれこうだからまずこれをしなきゃいけないしみたいな感心しちゃったはってとにあの大人やな子あと大人だなって思うところは ハル <laughs> さんと比べたら大抵のメンバー大人ですいや正直ハルが一番大人説あるよハ <laughs> ルさんはしっかりしてるよまあ抜けてるところは全然あるけどそのさハルさんはしっかりしてるよめっちゃしっかり私さあの なんだっけるか村公園のこ公園があった時に私劇場にちょっと行かなきゃいけなくてその時美春の先輩具合にびっくりしたもん美はが「はい時間だよ!」とかやってんの <laughs> みたいな <laughs>「美晴ちゃん!」って思っちゃったすごい!」って思った全然お姉さんの <laughs>「はい時間だよもう時間だから写真撮るよ <laughs>」 <laughs> すごいって思っびっくりしちゃっためっちゃお姉さんそうなのあの子ね大人なんだよねまあでもミハの一番面白い話はもう個人的になんだけどあの「ユーライクっていうカメラアプリがあるんですよモれるアプリがあって。 それが流行ったのが3年前とかなんだけど「ULIKE」って普通に「U」大文字の「U」に「LIKE」L I K e、って書いて「ULIKE」っていうあのカメラアプリねそれをなんかおすすめのカメラアプリ何って話してる時にミハが「私はウッキー使ってる」って言って,て「ウッキーウッキーって何?」って思って「ウッキー」なんてカメラアプリないんですよ。 調べたら「ユー・ライク」だったその時はもうこの子のことが本気で心配になったユー・ライクをウッキーって呼んでたのまあ、ちょっと分からなくもないけどみたいな「<laughs> ユー・ライク」「U ・ L ・ I ・ K ・ E」を「ウッキー」「L」はなかったことにして「ウッキー」って呼んでたの。 めっちゃおもろかったあれウッキーウッキーウッキーみたいなやつ使ってるんだけどみたいな何ウッキーってみたいなびっくりした本当に面白いよね由来くをウッキーって呼んでたあとあとはあのこの間この間っていうかもう結構前だけど なんかバス移動があってそのバス移動がのバスが結構ゴージャスなバスでねシャンデリアがあったのシャンデリアを見てみ羽ちゃん何て言ったと思いますデリシャスだって言ったのえデリシャスって聞いちゃったのそしたら「えデリシャスだよデリシャス!」皆さんどういうことか分かります なんかシャンデリアをデリシャスって言ったんです怖い怖い私本当に怖かったそのさ例えば「ゴージャス」を「デリシャス」に間違えてなら、まあ、まだ「うん分かってあげる」って思うけど「シャンデリア」と「デリシャス」を間違えるびっくりしちゃったそう おデリシャスっておいしいって意味だよって言ったら「あれえデリシャスこれこれなんだっけシャンデリアシャンデリア!シャンデリア」って言ってました怖い,怖い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 怖かった私はそういう抜けてるところはあるそ,そうそうユーライクをウッキーと呼んだりあのシャンデリアとデリシャスを間違えちゃったりすることはあるだけどちゃんと 先輩らしいところもある面白いよね青森県では確かに言うのかもしれないねゆな子ちゃんに聞いてみるわ青森ってあのシャンデリアのこと「デリシャス」っていう文化あるって聞いてみるわ 青語オピメはでも語彙力がめっちゃある人だから勉強になるあーこの時に子どもと言葉使うんだ頭いいなーって <laughs> そう理科と話してると結構そう思うこと。 起きて今起きてることを言葉にするのがうまいんだよね「デリシャスセンバ作るやだよ」「よなこだったら言いますよ」って言いそう言いそう面白い面白い子ばっかです本当に「七子語はありません」 蕎麦部ロケノーカット版はよああ確かめっちゃ面白いと思う多分本当に面白いと思うそば部そば部でもうないんですか <laughs> でもなんかその長野のおそば長野に今度ね行く機会があったらおそば食べようって思って。 長あのびっくりするぐらいさ開店店時間が短いお店ばっかなのランチしかやってないお店が多くて14時から14時半までっていうお店ばっかりで夜やってるおそば屋さんがまあもちろんなくもないんですけど駅とかのお店は駅中にあるお店を夜までやってるけど。 夜ディナーやってるお蕎麦屋さんがないんだよね悲しいそう短期集中型そう本当にそうなの草笛ね草笛はもう量がえぐいからみんな気をつけてほんと草笛そばは美味しいけど あの普通盛りが 300g だからやばいのよ <laughs> そうだから「普通で OK ですか?」って必ず店員さん聞いてくれるけどあの自分の胃袋に自信がある人は普通盛りでいいと思うでもあんまり自信がないなとかそんな食べなくてもいいかなっていう人はあの小盛りでおすすめします本当に私とみは,るは 見じゃない私とちかなはそれであのもう悶絶したからやっぱ残すのはよくないから <laughs> ってなってたから <laughs> 私とちかなが落語終わりにお寿司屋さんじゃなくてお蕎麦屋さん行った時にも悶絶したほんと皆さん気をつけてください 300は結構そういやーなんか結構なんでなんだろうなーなんでいや300結構しんどかったよおそば食べたいあったかいそばが食べたいほんとに。 ラーメンも食べたいけどそばにいたいやば <laughs> うまいこと言っているようです <laughs> 私はあでもね長野でねお父さんがおすすめしてたおそば屋さんあるんだよね駅近なんだけど長野市そばみんなメモして。 <laughs> メモらせる駅近なんだよ忘れちゃった名前出てこなかった調べてもちょっと駅近くなの駅近くなんだけど小諸そばも美味しいけど待って駅近くって調べてみよう。 近く手がかりがないといけませんそうだよねそうなのわかるそう皆様に今から手がかりをええー、ねお父さんがさ昨日さ昨日じゃないね一昨日にさおすすめのそばへ駅,駅中じゃないの駅駅,駅近下あ駅の地下じゃないよ駅の近く。 なんかん <laughs> ここまでいってさあ待ってぼっちってところかも違うかなあ違うここじゃない <laughs> ここまでいって音音音待って絶対調べるから <laughs> そこのプライド何って感じ別にそんなみんなは多分興味ないだろうし <laughs> 待っててねーすげてこすげても美味しいけどすげても美味しいんだけどね地下降りないところなのちょっと待ってて そいいっぱいあるるよね分かる神田田じゃないあでも神田タっていうところも美味しいって言ってました神田タさんも美味しいです善光寺周辺なら任せてみたいな意地がね意味が分からないから <laughs> どういうこと どういういこと全工事周辺なら任せてくださいってことあこういう時に限ってさ携帯が動かなくなる現象に名前を付けてくださいそばにラー油ラー油入れる待って絶対調べたいんだけど絶対調べたいけども出てこん絶対もう調べながら配信しよう これを調べるまで私は今日配信を終わりにしない <laughs> 草笛も美いしいよねあ待ってここかもあれ <laughs> じゃあ「白い恋人たち」歌ってよ。 涙タラなんちゃらかんちゃらダンチャランダンチクリスマスだからこのエピソードはメールを見た方ならおそらくわかるでしょう白い恋人たちのエピソードは私のメールを見た方だったらわかると思います あのー、ありました皆さんでも名前がねちょっと待って「そばそば春菜小こすげ」ってところ「春菜って読むのかな そば春菜小菅っていうお店があって小菅小菅亭のところなのかなお父さんがねおぬぬめしてたよ「そば春菜春春は小栗旬さんの「旬に <laughs> 分かりやすい説明小栗旬さんの「旬に7個菜々子の名最初の名「野菜の菜そば春菜小菅」ってところ。 がそ駅近くにあるんだけど、まあ、そこが一番おいしいかなっておとんを言ってましたあの駅近くです長野駅から徒歩5分小栗旬さんの「旬にならからな」でしょう「そば旬菜、そう夜もやってるねここは。 ここの天ぷらが美味しいまも天ぷらって言ったらお父さん <laughs> まあ、そばも美味しいと思います <laughs> お父さんここの天ぷらが美味しいんだよねここの蕎麦屋さんの天ぷらが美味しいって言ったそうなのなのでぜひぜひ前に七子パパがおすすめしたラーメン屋さん美味しかったねー 嬉しいでも正確なこと言うと実はお父さんのの会社の人 <laughs> 私がお父さんに何かおすすめのラーメン屋さんあるって聞いたのよ昔そしたら、まあ、教えてくれたんだけど別にお父さんそんなラーメン食べるわけじゃないだからちょっと会社の人にも聞いてみるね、まあ、お父さんのおすすめもあるけど、まあ、会社の人にも聞いてみるよお父さんの会社のおすすめのお店 <laughs> そんなこんなで <laughs> そんなこんななこでもうようやくお蕎麦屋さんを発見できたのでショールーム終わりにします <laughs>。 13位、サイクロンジョーカーさん、ありがとうございます。12位、シジューカーさん、ありがとうございます。11位、サイさん、ありがとうございます。10位、ユータ、太陽 NGT さん、ありがとうございます。9位、秋キワンタンさん、ありがとうございます。8位、名前は、マサル、マスルさん、ありがとうございます。7位、3日連続とか聞いてないさん、ありがとうございます。6位、シンさん、ありがとうございます。5位、ヒサさん、ありがとうございます。4位、コウセイさん、ありがとうございます。 3位アップルシードさんありがとうございます。私あれ待って待って6位シンさん5位久さん4位昴瀬さん3位アップルシードさんはい2位圭佑さんありがとうございます1位くんさんありがとうございます読読み…読みそびれないですか大丈夫なんかもう一回読みそびれたことがあったからトラウマで大丈夫みんな名前呼ばれてないよって一緒にないよね。OK ですということで。 配信ありがとうございました皆さんぜひおすすめのおそば屋さん行ってみてください。まあ私がおすすめしてるわけじゃないんだけどお父さんのおすすめなんですけど皆さん行ってみてくださいじゃあありがとうございましたバイバイ ABC スープバイバイ